はい、こんにちは。金沢大学のちょっと古い問題を紹介いたします。問題は、N っていう正の実数は、五進法で表すと、2桁点、ZZZZ っていう循環小数。で、7進法で表すと、N-1 が、まあ、これらの文字がちょっとずれた、まあ、こういった、XXX っていう数になりますと。という、まあ、N 進法の話なんですけども、じゃあ、まずもう、なんとか進法の基本、まあ、例えば五進法だったら、五進法っていうのは、5個集まったら一塊にしましょうと。それがまた5個集まった。つまり25個でまた一塊にしましょうと。まあ、あえて書くが1と。で、それがさらに5個集まれば5の3乗の塊。125の塊が何個かと。25の塊が何個か。で、まあ、指数見ると3、2、1とくれば、まあ、0乗は1であるのがやっぱありがたいですねと。1の位。0乗は1の位。で、3、2、1、0とくれば、マイナス1、マイナス2とくるのが自然で、これを5分の1とか、5の2乗分の1と定義したのも、やっぱりこういう時もありがたいですねと。じゃあ、この数っていうのは、5の位が x だから 5x。で、1の位は何進法だろうと、そのまま、プラス y。で、ずっと zz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 
2乗分の1の位も Z だから Z だけくくり出しちゃっとけば5分の1たす5の2乗分の1たす5の3乗分の1たす5の N 乗分の1で N は無限ですと。じゃあこれって実はもう何気なく中学の時に 0.3333 とかを循環小数を直すのを X イコールとやってたのと同じ話で、まあここって実は等比数列の和になってると。でじゃあこの部分だけちょっといくつになるのか出すのに、じゃあこれを S とした時に、まあ5分の1出す必要ないんですけど、私は出した方がすっきり求めやすいんで、5分の 1Z、5分の1だけ出して、1たす5分の1たす5の2乗分の1たす5の N-1 乗分の1とやってあげると、因数分解。X の N 乗-1っていう因数分解は、X-1、X の N-1 たす X の N-2 たす、たす1っていうふうに因数分解できるのを利用すると、これってまさにこの部分なんです。そうするとじゃあ、両辺に、この場合だったら 1-5 分の1をかけてあげると、これが出てくると。じゃあ、こっちに 1-5 分の1、すなわち5分の4かけたから、こっちも5分の4をかけてあげると、これが5分の 1z、括弧 1-5 の n 乗分の1になると。で、今 n が、無限大なんで、めちゃめちゃだ。N が無限大なんで、もう5の N 乗分の1は、もう0と扱って構わないと。ということで、5分の 4S がこれなんで、S すなわちここっていうのは、4分の5をかけて、4分の Z になりますと。で、ここで4分の Z になったんですけども、これ実は一般的に言うならば、まあ、一番馴染みが深いかどうかは知りませんけど、やっぱり一番小学校の時に初めて巡り合う循環小数ってこれだと思うんですけども、まあ無限に。で、これって、3分の1両辺すれば9分の1って 0.1111 なんですけども、一般的にこれ10進法だったら 0.111 っていうのは9分の1。5進法だったら 0.111 っていうのは4分の1。だから、ZZZ は4分の Z になってるのは、まあ、一般的に文字で言うならば、N 進法で、N 進法で 0.1111 N 進法。これはどういうことかしたら、N 分の1の位が1だし、N の2乗分の1の位が1だし、で、N の、じゃあ L 乗分の1の位が N、1。で、L はまあ無限ですっていう話なんで、これを S とするならば同じ話で、両辺に今度は、じゃあ N 分の1はそう出した方がいいです。N 分の1は出しちゃって、まあ別に出すことないんですけど、出した方がなんかイメージしやすいんで、1足す、N 分の1足す、N の L-1 分の1と。で、これを両辺に、1引く、N 分の1をかけてあげると、
1-n 分の1をかけてあげると、こっちが n 分の1括弧1の 1-n の l 乗分の1と。で、それが、1-n 分の 1s となるんで、そうなると、s は、すなわちこの循環小数っていうのは、s は、1-n 分の1分の n 分の1と、これが先にまず、l が無限なんで0と。じゃあこれ分母と分子に n かければ、n-1 分の1というふうに、10進法なら 0.1111 は9分の1だし、5進法なら 0.1111 は消しちゃった。4分の z だし、4分の1だから4分の z というふうになってますと。じゃあそうなるともう、ここはもう一般的に、もうだから7進法の0.1111 はもう6分の1で6分の x ですと。ということで、n が 5x プラス y 足す4分の z と。じゃあ n-1 は、7z 足す y 足すですから、6分の x と。じゃあこれも素直に引き算しちゃえば、ラージ n が消えて1イコール、5x-6 分の x だから、6分の 29x で4分の z-7z だからマイナス4分の 27z と。じゃあこの式を満たすような xyz はっていうんで、まあ両辺12倍しちゃって12イコール 2×29x-3×27z と。で、まあ、これ3の倍数、3の倍数ですね。ってことは3の倍数寄せちゃうと考えやすくなって、3×4+27z が、まあ、かけたらちょっといい。58x と。で、58は3を因数に含んで、3の倍数でない数なんで、x が3の倍数と。で、ところで、x ってなんだっけっていうと、5進法に出てくる1桁の数ですってことは、まあ、最初に言っとくべきだったかもしれませんが、x も y も z も、全部、0から4の自然数です。0以上、4以下ですと。5進法に5っていう数はないと。で、3の倍数。3の倍数の1桁の数って言ったらもう3しかないですと。ということで、x イコール3が決定と。そしたら x が3なんで 4+27z が 58 と 27z が54なんで z は2ということで xyz のうち x が3で z が2なんですけども y はこれ決まらないですと何でも OK 何でも OK ですももちろんこの範囲だから y は0,1,2,3,4 まで OK と。なんで、これらが、まあもちろん全部3、2です。XZ というのが答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。